自白に強い術師いないの？そもそもなんで呪霊や部外者が天元様の結界抜けられたのよ。それは生徒たちが相手にした特級呪霊のせいだと思う。天元様の結界って守るより隠すに全振りしてるから。それとも自分たちの強化目的か。なんかしっくりこないんだよな。とりあえず今は学生の無事を喜びましょう。だが交流会は言わずもがな中止ですね。ちょっとそれは僕たちが決めることじゃないでしょう。うん、いろいろあったし人も死んでるけど、どうする？続ける？交流会。当然続けるに決まっているだろう。僕ルーティーンって嫌いなんだよね。毎年この箱に勝負方法を入れて当日開けんの。お？あ？お、野球？いたの？どういうことだ？やが、いや、私は確かに個人戦と。待て、サトルメ！野球をしています。打ち上げた。西宮まだ走るな。アウト。なんでルール知らないなら先に言いなさい。知ってるよ。打ったら走るんでしょ。犠牲フライ。なんじゃそりゃ。新しい拷問か。シンプルにバカ。それは良い理由だ。ストライクバッターアウト。チェンジ。カモン。ふんだけ当たんねえぞ。ちょっと待て。釘先が切れた。乱闘だ。おら、やってやるよ。お失礼した。やけクソだな。え、アウト。うわ、成功。おかか、釘先戻れ。マイ、今盗塁やるよ。入ったな。よし。やが、お前はまず五十をどうにかしろ。